Z の15周年記念ライブ2日目最終日です、これから向かいます。ということで今日は、カメラマンの方雇いました。カメラマンの方を雇いましたよ。ですので車の中でもこうやって自由自在に撮れるというのね、非常に助かりますね。いやー緊張するね、非常に、これは何、うなるの相手してくれてんの俺の。なるほど。今ね、3時40分ですね。これから代々木第一体育館、どうだ、1万人ぐらい入るのかね、わからない、1万人ぐらい入るんだと思うんだけど、ちょっとグッズをね買いたいんですよ。まずなんとかしてハッピー、あのハッピーをねゲットしたいんですけどね、ちょっと難しいかもしれないね。まあ今からこれから向かうわけですけど、まだねだいぶ先かな、1時間はかかるね。この1時間の間にねいろいろねやることもあるんですよ。あのペンライト、サイリウムの、あの電池を入れるっていうことやっぱ途中でね、あの光らなくなるとやっぱ寂しいから、あるでしょ経験、何色かに光らなくなるんだよね、確かね。紫とかがダメになったかな。ね、まあちょっとね、そんな感じで。ぎこちなさすぎるな、これ。べしゃりが。まあ緊張してたよね。1曲目何かね、何だと思う？カワウソくんは。分からない。俺、怪盗少女から始まるんじゃないかなって思うんだよな。まあ、当然もちろんね最初はオーバーチェアなわけだけど、まあ今回あれなんですよ、ももクロさんはあのコロナ以降のね初の声出し解禁ということなんで、まあオーバーチェアでも軽く泣くでしょうね。軽くというか号泣ですよ、みんな、うりゃおいってみんな言うっていう、このそれを言ってるみんなも泣くけど、聞こえてくることによっても泣くという、このダブルで攻めてくるからね。オーバーチェアから始まり、俺怪盗少女だと思うんだよな。で2曲目はね、カウソ君が待ち焦がれてるゴリパン、聞きたい。ゴリラパンチ。2曲目ってことないか、俺2曲目はピンキージョーンズだな。ピンキージョーンズ、ピンキージョーンズ、一生一度青春だぜってやつね、あれが来ると思うんだよね。入れてくるんじゃないかなと思うんだけどな、という感じです。まあそろそろ限界じゃないかこれ。まあとりあえずね、私はねまだね、まあ聞いてない曲は何曲もあんだけど、当然肝心な曲ってやっぱあるわけで、あの空に向かってっていう、あの空へ向かってかな、それをねやっぱり聞きたいんですよ。でそれはもう歌の感想で世界のももクロナンバーワンっていうのをみんな叫ぶという、これはねまだね体験してないんで、ついに来るんじゃないか今日は、と今日なかったらもう俺諦めるわ。そんぐらいな感じなんでね、もうちょっと最後はいやどんなになってんだかわからないですね。もうね放心状態で多分帰りは帰ってくると思いますが、なるだけあれだよね、ちょっとグッズ売り場とかちょっと撮りたいですね、ぜひね。あの会場内はもう撮れないと思うんだけど、まあ、いろいろちょっと今日一日楽しみたいですね。はい、そんな感じです。ということでいいですか、こんな感じで一回締めて。さあ、とりあえず着きました。どうですか、カウソ君。緊張してますか。緊張してます。これからとりあえずグッズをね間に合ったら買いたいですね。全然多分聞こえてねえと思う。さあ代々木第一体育館、さすがにちょっとあれだね、涼しくなってるね。全然入ってないと思うよ。逆に恥ずかしいだろその方が今。大丈夫ですか。今日 T シャツをねアレンジして着てますね。
これ秘密ということで、ね、これがそうなんでしょ、体育館。これ違うの、これ第二か、これ第二だ、うん、これ第二だ。第二体育館で俺プロレス見たことあるんだよな、円形だったもん。まあ確信はないよ、これ第二っていうのは。 NHK ホール、あ、違うね。そう、今日 NHK ホールもなんかやってたりするのかな。さすがにないか。いや、もうモノノフさんたちがね待ってますね、これ。これそうなの、みんな。いや、みんなそうでしょ、これ違うの。いや、あ、違うの。え、何時に、あとは。あ、じゃあ NHK ホールでもなんかやってんの。いや、そうじゃない、これ。え、違うの。結構遠いじゃん。恥ずかしい。全然違うよ。今めっちゃ恥ずかしいよ。え、今のはカットしよう。ダーズしか合ってねえよ。いや、これ、これ、こういうのはあれだから。何ダーズ20周年だな。バンブレッダーズだって。ワンマンツアーだよ。NHK のワンマンってすごいじゃん。全然違ってたから。ダーズしか合ってなかったから、2回目は。今のところカットするよ。カットすんなよ。カットするよ。ただでさえ取れたかねえんだから。すっかりね、ちょっと車の中で盛り上がっちゃってね。ほとんど取ってなかったね。へえ、でもすごいな。今日はだってあれだもんね、あの東京ドームだよね、乃木坂の卒コンだよね。どんだけのライブに人が来てんの、ここら辺近は。そうだね。さて、そろそろ入り口がいやー、やっとこの日が来たね。私はとても嬉しいですよ。うん、ってなってたよな。そう、そうか、そうか。まあ、なんだっけ、新しい学校のリーダーズなわけねえか。さすがに同じ日にこんな距離で。そしたら多分制服まみれだと思う。そうだよな、制服着ちゃうんですか。そう、いや、着ないだろ。着れないよ。大丈夫でしょ、別に。何がある。大丈夫ですよ。今日目標はね、レニカナコシオリアヤカ麦太郎っていうね。違うよ。え？あとね、大町は完璧でやると。こなす。あー、気持ちいい、心地いいなこれ。やっぱでもここの通り面白いね。昔から。あ、そう。割とね、これ原宿に歩いて帰るっていうね。うん、昔あの、すみません、今の清志郎ってあの RC サクセションみたいな、ああいう人があの渋谷公会堂でライブやるとみんなここで歌ってるんだ。歌ってる人は私ライブに行ってんだろうかっていうのはちょっといつも路上ライブ。路上ライブ。俺は謎だったんだけど。さあ、これを右に曲がり、グッズ売り場がそろそろあるはずです。自販機どこだろうな。まず花を見ますか。いや、すごいですね。やはりまだ5時半。5時半、まだ1時もある。そうだね、多分こっち側からまず花を見るか。お花見しよう。お花見しよう。お花見、お花見を。さあ、みんなあれだね、すごい、もののふ会とかあるんだね。一般の人ってことじゃない。すごくね。有名な人いるかな。そりゃいるでしょ、うん、こっちはあれか、みんな一般の方なのか。楽天な、楽天チケット、株式会社祭り、アベマ。
っとこれ団体の人が多いんだな。じゃあお花が開いてます。あんまり前出たら邪魔かな。あ、岸田こっちがあれだね、しげるいますよ、しげる。アルフィードリフターズもか。体操のお兄さん久しぶりに聞くな。へ、西川食べちゃう。ここで撮るか写真。行くのみ、会場行くのみですね。まあ、今日のメインはあの私が水を買ってる間にマスクを探しておいてくれと、トートバッグの中の、はいはい、探してもらってたら俺のポッケの中入ってたという。まあよくありますよ、そういう、ね、ミスはね、人間ね。しかし飛行機すごい通るね。通るねじゃねえや、飛んでるね。電車じゃないんだね。さあ、もう皆さん会場にほぼしてんじゃないですか、これ、うん、どうやら今時間は何分ですか。もうぼちぼち6時10分ぐらい。10分ぐらい、あ、ちょうどいいね。どこなんだかな、席が分かんないな。お、映っちゃったよ、これかっこいいね、このハッピーね、とてもかっこいい。まあ、夕日が綺麗だ。非常に夕日が綺麗。おお、カラフル、カラフル、めっちゃカラフルです。左側通行ですね。さあ、ここから先はとは、中はどうせ撮れないんで、でちょっと、はい、ライブ行ってきます。信号は右方向です。はい、ということでね、ライブ終わりました。左方向です。いや、最高でしたね、これは。まあ、あの、あれですか、右方向です。また私一人語りっていうパターンのやつでいいわけですか。まあね、あの、まずね、最初オープニングでさ、あの、あれアユレディ、アユレディ番号1234ウィーウィーやってたでしょ。やってた。あれで俺はもうちょっと一発泣いてました。そうだ、これだよ。で、そっからオープニングの映像になってね、オープニングの映像さ、4人が出てった後さ、なんかさ、セコンドみたいな人がさ、なんかバケツ持ってったでしょ。あれ、俺だから、え、あかりちゃんとは来んじゃねって思った途中。俺の気のせいだった、気のせいだった。で、1曲目怪盗少女ですね。怪盗少女でしたね。奇跡の怪盗少女。踊ってましたね、カワウソさん。踊った。もう2じゃないですか、北野の親父か。で、俺はね、あの、その一発目ちょっとそのアユレに番号でちょっとうるっときたんで、ずっと我慢してたら我慢できたんですよ、なんとか。あと、あのコールについてくの必死みたいな。カラオソ起きた。ちょっとね、コールについてくの必死でね、途中でね、まあ、なんとなくあれあれですけど、もう慣れてきたんですけど、ちょっとクラブでカワウソ見えないかも。まあいいよ、大丈夫、ね、およそ300m 先、代々木公園交番前は左方向です。まあ、でもなんかもうね、よく覚えてないわ、すごすぎて記憶が飛んだ。そう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 、ほんとそうよ。次の信号は左方向です。この歌ってやつなんだけどね、その先 300m で富ヶ谷を右方向です。あそこら辺からもうダメでしたね。でも、カワウソはゴリラパッチ来てたから。ゴリラパッチ来たね。もうマチョコだ。ゴリラパッチ来たよね、ゴリラパッチ来た。ゴリラパッチ一番好きだもんね。およそ 300m 先、富
さん、なんて声出したんですか。せーの、ウッホウッホ。あれ、カワウソ、カワウソだから泣けない。ウッホ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 。いや、最高だったな、ゴリパン。ゴリラパンチ、どんぐらいだっけ。後半、後半だった。10番、10番か。突然来たよね。次の信号は右方向です。来たなあ。右方向だね。右方向です。で、まあとにかくもうあれアンコールだっか。アンコールあたりからもうダメだ、もうダメだってこと。俺もダメだって思った。およそ2キロ先、左方向です。ずっともう涙が止まらない。両サイド泣いてた。うってなったのか一回。あれね、レニちゃんって言おうと思ったんだよ俺。レニちゃん頑張れって思ったんだけど、なんか声がなんかうってなっちゃってさ、もうダメだったよ。かなこできたな、かなこ。いやー、よかったわ。で、ついに私、まあその前にあれ、さっきも言ってたけどさ、愛のなんだっけ、いいダンスマだっけ、愛のなんとか、あれも歌いたかったんだよね、一緒にね。あれも歌えたし、なんだっけかな、なんだっけあの歌、スターダストセレナーデって言うんだけど、あれも歌えたしな。まあ本当もう思い残すことはないよ俺もう。で最後世界のモモクロナンバーワンね、ついね言えました、歌えました、叫べました。もうわけわかんないよ、もうあの頃俺感情がごちゃごちゃ。そうだよ、まともに言えたかもわからん。なんだろう、今俺の言葉で感動して泣いてんのか。ことはない。世界のモモクロナンバーワンつってたでしょ。世界のナンバーワン。いや、やっと叫べたよ。いや本当によかったわ。ゴリラパンチ以外もでも結構みんないい曲だったでしょ。見てよかったなあ、来てよかっただろう。もう次からは、うん、叫ぶ。予習してな。うりゃおい、うりゃおい、うりゃおい、うりゃおい。あれすごいだろ、あれ、うっていう人すごいだろ。あれはね、もうベテランだよ、うっていうのは。死んだもののぶ。およそ700メートル先、初台を左方向です。まあこんな感じなんですよ、ももクロさんのライブは。まあかなり後ろだったけどね、全然楽しめたね。楽しかった。寂しいな、でも、まあ、しょうがないね。まあまた機会あったらね、ぜひね行きましょうね。今度は夏かな、まあ、冬かな。まああとね、あの15周年のツアーあんのよ。およそ300メートル先、初台を左方向です。まあ、ちょっと撮れたらね、ぜひね、またこれこれで楽しみ。カラウソ。カラウソキャラ。キャラとか言うな。キャラじゃないんだよな、カワウソだもんな。まあということで結局大して喋ってねえけど、まあちょっと取れなかったから な、まあ、緊張と不安といろんな感情がぐちゃぐちゃすぎて。そうだね、笑うな、笑うな、笑うな。終わっちゃったな。いや俺だって最初行った時そうだったよ。次の信号は左方向です。ちょっと怖かったもんな。でもね、始まっちゃったらもう全然だったね。4号新宿線です。始まっちゃったら左方向です。まあこんな感じです、ももクロさんのライブは。アーリンガ島だろ、アーリンガ島、アーリンガ島。およそ300メートル先、7号右方向。ジャンケンの意味なかったな。そうだな、ジャンケンの意味なかったな。そんなもんよ。あれがアーリンガ勝ってたら多分アーリンガ言わないかもしれない。何か喋りたいことありますか。その先500メートルで料金所です。いいですよ。ちょっと今、整備がね。
編集するという噂を聞いておりますが、これ気分で編集するのか。そうだよ。そういうことですよ。そういうことになりますね。まあ、編集頑張っていただきたい。あれ、ルート変更中って書いてあるの、これ間違ったのか、入っちゃいけなかったのか、これ分かるね。まあいいや、なんとかなんだろう。なんすかこれ、サポートって。おっと、今角払い覚えが出ちまった。この先、料金所です。まあ、つうことでね、今日は5月17日。7日でござる。はい、楽しいライブでしたね。多分しばらくは余韻がすごいのでしょう。そうだな。明日はもうずっと編集の部屋はプレイリストだね。多分もう上げてくれてると思う。編集に集中できないかもしれない。そっか。そうだな。いいんじゃないかな、編集の時に今これが流れてますとか勝手に書いて、関係ねえの動画と。まあそれはほいほい。そうだな。明日も30度超えるらしいぞ。マジかよ。また痩せちゃうなこれ。余韻と暑さで。そうだね。頭が真っ白になるかもしれない。ってことは明日もまた暑い一日が来るってことだな。まあということで終わりますか、そろそろ。今帰ってる。そうだね。北郎の親父にしか聞こえないんだけど、声似てるね、カオソさん。北郎の親父と似てない。似てない。似てない。知り合いではないですか。全く知らねえ。そうか。じゃあこんな感じで終わりますかね。終わります。ということで最後までご視聴